はい、こんにちは、栃木のたけし農場です。昨日ね、川口へ、引き取りに行きました。ネットオークションで、落札しました、電動のスクーターです。で、電池取りにしようかなと思ってね、買いました。非常に安かったです。約4000円ですね。で、リチウムイオン電池だけ、取れればいいかなと思ってね、もうスクーターの方はどうでもよかったんですけど、昨日取りに行きましたらね、ちゃんとこういうふうに簡易梱包しててくれました、折りたたんで、もらえたんでね、そう簡単に持ってこれたんですが、これが組み立たってる状態ですとね、ちょっとうちの赤い毛の方には入れなかったんで、このアクティバンで行ったんですが、向こうへ行きましたらね、こいつに梱包してありました、こんなちっちゃくなっちゃうんだなと思ってね、ちょっと感動しましたけどね、これがサドルですね。ちょっと簡単に外れちゃうんですね。タイヤは、一応中空タイヤだ。タイヤ、中空タイヤなんでね、もうノーパンクじゃなくて。まあね、あまり期待はしてないんですけど、値段が値段なんでね。よっしゃ。これはちょっと特殊なタイヤだから。よいしょ。よいしょ。ちょっと親父のおもちゃですね。これがネジで。ネジ式で、これ何ミリだろう。これ今ね、ハンドルの、ネジじゃないや、これだ。これで、これ、よいしょ。バッテリーが重いですね。よいしょ。ネジじゃないな。これでロックだよね、多分ね。これで解除なのかな。これ引っ張るか押すかで。どうやってやるんだろう。これがギュッと押ささると。ロックの解除の方法がね、わからない。そんな難しい構造にはなってないと思うんでね。どうやってやるんだろう。持ち上げるのかな。違うな。全体的に切っちゃうもんな。でもこれロックかかった状態ですね。か押すかで、これ歯車になってんだよね、下の方が。引くも押すもできないんだよね。これでロックかかった状態。これでゆるゆるになってるもんね。ちょっとロックの解除方法が分かんないんでね、これ延々とやっててもしょうがないんで、はい、こんな感じで、ジョンソン&ジョンソンの、電動の
スクーターですね、これどうなんだろう、ナンバーが必要なのかな、なんかナンバー取り付けるような場所ないんですけどね、まあバッテリーだけ取れればいいなと思って買ってきたんでね、バッテリー同時です。はい、まあ使えたらちょっと復活させてね、はい、見ようかなと思ってます。はい、そういうことでね、昨日引き取ってきましたジョンソン&ジョンソンの、はい、電動のスクーター、はい、これですね、はい、引き取ってきましたという動画でした。はい、お付き合いありがとうございました。はい、こんにちは、栃木のたけし農場です。昨日ね、10月の6日、東京のね川口の方へ、あ、東京じゃない、埼玉か、あ、埼玉のね川口の方へ行ってきたんですが、昨日はね結構台風並みの風吹きました。で1時頃帰ってきたんですけど、まあ農家の仕事やってもね、まあ藁の回収やりたかったんですが、まあ結構風ビュービュー吹いてましたんでね、まあ体調不良の原因になっちゃうとまずいんで、昨日はオフにしまして、書籍を買いにね、行ってきました。で、私がね時々買っている、日経リナックスっていうね雑誌の発売日だったんですよ。で、あらかじめね、事前にネットで特集の内容なんかも調べて、ちょっとどういう本かなと思って見に行って、本屋さんの方でね、立ち読みパラパラとページめくりました。でも今回はちょっとまあパッとした記載っていうかね、のがなくて、たまたまね同じような列に、これは PC ミスター PC っていう本かな、まあこういうパソコン関係の雑誌っていうのは、まあ一箇所に まとめてね何種類か置いてあるんですが、このミスター PC っていう本がね、ちょっと目につきまして、チャット GPT なんていうキャッチコピーがね目につきましたので、ちょっと中パラパラとめくりましたら、まあ AI とかね今流行りの生成 AI とかね、対話型 AI、チャット GPT、そんなのがね、出てましたんで、これ結構初心者向けにね、優しく、解説してありました。それとね、そういう関係の専門の書籍も売ってます。で、だいたいどれも1000円くらいかな。1000円くらいで売ってるんですが、これはね、チャット GPT の他に、ちょっとパソコンの組み立てですね。自作パソコンの組み立て。そんなのもね、ちょっと記事載ってましたんで、私も今何台かサーバー持ってて、それソフトを入れ替えたりということで、なんかの、参考になるかなと思って、あえてね、そういう AI とかチャット GPT とか専門の解説書ではなくて、このねミスター PC っていうのを買ってきました。であんまりね中身説明しちゃいますと、まあ著作権とかねそういうのに引っかかっちゃうんで、パラパラとね、はい、メガネがあったあったあった、はい、ね全体のねざっくり半分4割ぐらいが、チャット GPT 関係の記事です。はい、この辺ね、パラ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 、はい、この辺がチャット GPT 関係の記事です。詳しい内容はね、本屋さんへ行ってみ、見てください。それと、あとスマホ、これはなんだ、あ、中の、このな中にね、こういう付録の、DVD がついていて、この DVD のこのソフトの使い方ですね、ソフトの使い方がこのチャット GPT の後にこうパラパラと入ってるのかな。で、あとまあ大きな記事は
まあ、あと連載のなんかね記事があるみたいですけどね、パラパラとあって、一番最後に初めての PC、自作 PC なんていうのが ありましたんでね、ちょっとこんなのね予定変更して、買ってきました。まあ興味のある方はね、本屋さんでちょっとパラパラと覗き見して、まあ結構初心者向けにね優しく解説してありますんで、うん、まあ我々が読んでも、まあ70近い農家の親父ですけどね、まあ読んでも分かるように、解説してあるんでね、はい、興味のある方はちょっと覗いてみてください。はい、そういうことでね、日経リナックスの11月号を買いに行ったんですが、うん、今回はねミスター PC の11月号を買ってきました。まあね興味のある方はちょっと本屋さんで覗いてみてください。はい、以上です。